私立ガンブレ学園。ガンプラの制作およびガンプラバトルに特化した人材育成を目的とした大規模学園都市計画の一翼を担う学園である。生徒たちは皆ガンプラを愛し、互いに切磋琢磨することでその技術と精神を磨き上げる。言語や文化の壁を越え、ガンプラが世界中の人に愛されるようになった今日において、そのガンブレ学園の前に一人の転入生、希望に輝く瞳、あふれる情熱、その手から生み出されるガンプラは、ガンプラビルダーの物語が今始まる。君、もしかしてやっぱり覚えてない？小学生の時、あの頃よく一緒にガンプラ作ったりバトルしてたよ。あの時は私の方がお父さんの仕事の都合で引っ越しちゃ、こうしてまた会えて嬉しい。そっか、転入生って君のことだったんだ。私は3年生だから。お姉さん、久々に会ったけど期待させてくれそうっていうか、きらめきよ、この感じきっとニュータイプよ、人類の新たなる革新。ごめんなさい、ちょうど最近ガンダム X を見直してその君の冷静なツッコミもね、君みたいに外から来た人が意味がわからない。今はそれじゃ、何か困ったことがあったら相談して。私の方がお姉さんなんだから遠慮せずに。いけない、ホームルーム始まっちゃう。君もまたね。あ、そうそう、忘れてた、私立ガンブレ学園へようこそ。私が君のクラスの担任、アイダシエよ。これからよろしくね。知っての通り、ここ私立ガンブレ学園は世界でも有数、組み立てから塗装、改造、仕上げまでありとあらゆるガンプラ。残念ながらいつでも好きにバトルできる。そうそう、君以前住んでたところではこの学園のレベルも高いわよ。頑張ってガンプラバトルのさらなる高みを目指してね。はーい、みんな静か。皆さんお待ちかねの転入生です。自己紹介よろしくね。仲良くしてくださいね。ちなみに彼は、マジか、どのぐらい戦えんのかな。この学園に来るぐらいだから結構じ。というわけで、わざわざ普通の教室じゃな、ということはミッションでその実力を見せてもらいます。彼のパートナーは、そうね、わかりました、クラス委員長の高麗より。委員長がパートナーか、いいな、うらや。あんた知らないの？委員長バトル準備はいいですか？私はいつでも。それでは早速始めましょう。とはいえこの学園のシステムだと勝手が違うこともあるでしょう。念のため基本の操作だ。
だし、教えるまででは次に行きましょう。攻撃は最大の防御。さあ、これで最後。コンテナを破壊し、あ、それがこのバトル。もう我慢。かかってきなさい。戦い方を教えてあげる。このクエスト、あなたならどう動く？私なら。まだ足りない。もっと奪わせてちょうだい。このクエスト、あなたならどう動く？私なら。もちろん、次に壊されたいのは誰かしら。していきましょう。このクエスト、あなたならどう動く？私なら。もちろん。よく味わってちょうだい。ちょうだい。
そこまで2人とも素晴らしい場。コーラさんも楽しそうでしたし、ビルダーパーツのセッティングが予想通りに機能したからです。それにしても2人とも強かった。委員長、ランキングの順位は2年ではトップクラスだよね。転入生も結構上手。くっそー、僕もバトルした。みんなそう言うと思ってました。なのでもちろん生徒会の許可も下りてますよ。ランキングに。おお、俺どのキットで行こうかな。僕の超改造したち。それなら私のクシャトリアだって負けてないんだから。不思議そうな顔をして、ガンプラバトルのためのこの学園でみんなただバトル。その理由きっとすぐに分かりますよ。